オペラ座の怪人は、フランスの作家ガストン・ドゥルーによって1909年に発表された小説。1909年9月23日から1910年1月8日まで日刊誌、ル・コロワに連載されていた。1910年4月、ピエール・ラフィットにより出版された。19世紀のパリ国立オペラで起こった史実を引用し、またカール・マリア・フォン・ウェーバーの マダンロイテの1841年の公演のあらすじを元にしていると考えられている。これを原作として多数の映画、テレビ映画、ミュージカルなどが作られている。最も有名なものは1925年のロン・チェーニー主演映画、オペラの怪人と1986年のアンドルー・ロイド・ウェバーによるミュージカル、オペラ座の怪人である。日本語訳としては、 最初の映画版放題はオペラの怪人で1930年刊行の日本語訳の書目はオペラ座の怪であった。しかしフランス語現代に含まれるロペラは単なるオペラではなく固有名詞のオペラ座を意味するとの解釈により古い映画を除いて以後はオペラ座の怪人が使用されている。新聞記者でもあったルルーの取材団のような疑似ノンフィクションテイストで 書かれている。ルルーは、執筆にあたり、実際のオペラ座の構造や、地下の広大な奈落、建築経過などを詳しく取材しており、なおかつオペラ座が建設された、当時の実際の幽霊話や陰惨な事件などを、用いて、虚構と現実が入り混じったミステリアスな回帰ロマンとして執筆した。物語前半は、謎の天使の声に導かれ、歌手として、 頭角を表す女優、クリスティーヌ・ダーエと彼女が謎の恋に魅了されている様子を見て悩み苦しむ恋人ラウルシャニュ入一尺の葛藤を中心とし、後半はファントムイコール怪人ことエリックの暴走と悲劇的な蘇生、そして彼の秘密を知るペルシャ人、ダロガの手記という形で描かれている。特に終盤は、 ダロガが事実上の主役級になっているのが、後のミュージカル版等との大きな相違である。舞台は1880年のパリ。年老いたマネージャーの退職日の夜、オペラ座の若手オペラ歌手のクリスティーヌ・ワガラに出演して、喝采を浴びる。幼馴染のラウル・シシは、クリスティーヌの歌を聴き、彼女への愛を思い出す。この頃、オペラ座には、 謎の怪人が住み着いているという噂があり、月給2万フランと5番ボックス席の常時確保などを支配人に要求するなど手紙や行動でマネージャーに自身の存在を知らせていたという。怪人は音楽の才能にあふれ、投げ縄や技術の達人でもあり、そしてクリスティーヌに恋をしていた。ガラの数日後、パリ国立オペラではファウストを上演し、 怪人の望みに反してカルロッタがプリマドンナとなり主役を演じる。上演中、カルロッタは声を失い、豪華なシャンデリアが客席に落下する。怪人はクリスティーヌをさらい、自身が住むオペラ座の地下室に連れて行き、エリックと名乗る。エリックは数日間ともに過ごし、クリスティーヌが自分を愛するようになることを望む。しかしエリックはクリスティーヌに仮面を剥ぎ取られ、 花も唇もなく、落ちくぼんだ目、生来の醜悪な人相に餌した黄色い皮膚で覆われた、見るもおぞましいミイラのような顔を見られてしまったため、考えを改める。クリスティーヌが自分の元を離れることを恐れたエリックは、彼女を永遠に自分のものとする決心をするが、2週間後、クリスティーヌがここを出たいというと、自分の指輪をして、信頼を裏切らないことを条件に解放する。 クリスティーヌは自分の楽屋の裏から聞こえる天使の声の指導で歌唱力をつけ頭角を表すが、その様子に嫉妬したクリスティーヌの恋人ラウルは天使の声の謎を解こうと奔走する。オペラ座の屋根の上でクリスティーヌはラウルにエリックにさらわれたことを打ち明ける。このエリックこそ天使の声であり、その正体はオペラ座の地下に広がる広大な水路の空間に住み着いた怪人であった。 ラウルはエリックが二度とクリスティーヌを見つけられないように、すると約束。翌日結婚するつもりだと語り、クリスティーヌもこれに同意する。しかしクリスティーヌはエリックを哀れに思い、最後にエリックのために歌うまで出ていかないことにする。エリックがこれを盗みに行きし、多大なる嫉妬を抱いていることを、クリスティーヌもラウルも気づいていない。翌日の夜、ファウスト上演中にエリックはついに、 クリスティーヌを誘拐して、オペラ座の地下深く消え、無理やり結婚しようとする。もし拒否すれば、地下室に仕掛けた爆弾を爆発させ、オペラ座を破壊すると語るが、クリスティーヌはこれを拒否する。残されたラウルは元ダロガの謎のペルシャ人と共に、クリスティーヌを取り戻すためオペラ座の地下のエリックの隠れ街と潜入するが、たどり着いた先は侵入者用の拷問部屋だった。 エリックはこれに気づき、ペルシャ人トラウルに合わせ鏡のトリックと赤道直下のような高温による拷問を開始する。彼らと地上の人々を守るため、クリスティーヌはエリックと結婚することに合意する。仕掛けが作動し、消化用水が爆薬を水没させるが、その水はそのまま拷問部屋に流し込む仕掛けになっていた。エリックはそのまま、 ラウルとダロガを推しさせようとするが、それに気づいたクリスティーヌは、自殺せずに、エリックの、いける花嫁となることに同意するのでラウルを殺さないで、とエリックに懇願する。エリックは、拷問部屋からラウルとダロガを出す。エリックは、ダロガは、地上に返すものの、ラウルは解放せず地下の奥深くに監禁する。隠れ家に戻ったエリックは、クリスティーヌが自分を待っていたこと、 近づいても逃げたりせず、額にキスをさせてくれたことに感極まって、涙を流し、彼女の足元に崩れ落ちる。クリスティーヌは、かわいそうで不幸なエリックと言って、涙を流す。エリックは、母親さえも自分にキスをさせてくれたことはなかったと、後に、だろがに明かす。エリックは二人を解放することを決め、ラウルの監禁を解く。エリックの家で再会したラウルとクリスティーヌは喜び。 抱き合う。エリックは自分が死んだらクリスティーヌが訪問して遺体を埋葬し、その際クリスティーヌに渡した金の指輪を遺体の指にはめてくれるよう約束させる。去り際、クリスティーヌはエリックの額にキスをして隠れ家を後にする。しばらくしてエリックはダロガを訪問し、拷問後の一連の出来事を彼に話し、最後が間近になったら合図に遺品を送るので、 新聞に自分の死を伝える記事を載せてくれるように頼む。3週間後、デポック紙にエリック死亡の記事が掲載された。最初の映画化作品。1915年秋にベルリンバイセンゼイのグリーンバウムスタジオで撮影された。監督を務めたエルンスト・マトライはペルシア人役として出演もしていた。脚本を務めたグレタ・シュレーダーは本作撮影時にエルンストと結婚し、 グレタ・シュレーダー・マトレ名義となっている。1916年3月にベルリンの映画館マルモルハウスで4幕構成にて初上映された。その後、フィルムの長さが1381メートルの5幕構成で公開されたものの、同年7月1日、8月1日のデュッセルドルフ警察による検閲や1921年4月22日の 来日映画法によるベルリンでの検閲等で、青少年閲覧禁止とされた。なお、本作のフィルムは現存されていないと見られている。登場人物を必要最低限に減らした点と、結末が異なる点以外は、原作に比較的忠実な映画化。エリックが、音楽と技術に明るい、脱獄した、猟奇犯罪者に設定が変更されている。これ以降の映画版では、 いずれもエリックが火事や事故などで醜悪な人相になったなどと、その原因を様々にアレンジして描いているが、本作は原作通り生来の醜さで、性格俳優、ロン・チェーニーが特殊メイクを施して、ドクロのような人相のおぞましい化け物という描写をほぼ忠実に再現しているのが特徴。またエリックがクリスティーヌに向ける愛も、やはり原作通り身勝手で、 ストーカーまがいの狂気じめたものであり、ミュージカル版で顕著になった三角関係という解釈はまだなく純粋な怪奇映画の体裁を持っている。この映画のオペラ座のセットは1943年版た多,多くの映画でも使用され、今もユニバーサルスタジオに残る世界最古の現役映画セットである。サイレント映画だが、陶器映画が誕生した1929年には、 セリフと BGM を加えたトーキー版が公開された。オリジナルは仮面舞踏会ほかいくつかの場面を2原色、テクニカラーで撮影したパートカラー作品。息を呑むほど美しい色彩が評判を呼んだが、アメリカでも当時はカラーフィルムが高価だったため、全編モノクロ版も公開された。日本ではモノクロ版のみ公開された。 1970年から1980年頃の8ミリ、映画ブームの頃仮面舞踏会のみ復元されたパートカラー版が8ト、mm、ルや1 6ト、mm、ルフィルムで販売され日本でも輸入販売されたアメリカではパートカラー版とモノクロ版の DVD が販売されているが日本ではモノクロ版の DVD が販売されているテクニカラーで制作された作品で 上気を一する以前のエリックの悲劇を物語の前半に組み込むことで彼を怪物扱いすることなしに一人の人間として描き出そうという試みが見られる。エリックは長年オペラ座で演奏を続ける書籠のバイオリニストだがクリスティーヌの実の父でありかつて音楽の仕事を追求するために幼い彼女と彼女の母親を捨てた作曲家であると設定された。ただ、 この部分は、はじめの台本から削除され、完成した映画では、アンに、クリスティーヌと父子の関係であることを匂わせるにとどめ、真相は曖昧なまま、彼女は最後まで自分とエリックが父子であることには、気づいていない。1943年度アカデミー撮影賞、アカデミー色彩美術賞を受賞。現代のニューヨークで、かつてエリックが作曲した、 勝ち誇るドン・ジョバンニの楽譜を発見した女優、クリスティーヌが100年前のパリにタイムスリップし、エリックと出会うというアレンジの作品。ファントムこと、エリックをエルム街の悪夢で主演した、ロバート・イングランドが演じ、ホラーテイストが強い作品となった。エリックは、悪魔と契約して、戯曲を完成させたことと引き換えに、顔面の皮を剥がされた男という設定であるが、 おなじみの仮面を被らず、死体の皮を自らの顔面に縫い付けて行動するという猟奇的なキャラクターである。殺人場面も残酷で、カルロッタの首を切り落として、仮面舞踏会のディナーに出したり、犠牲者を吊るし切りにしたり内臓をつかみ出したりなど、ファントムをジェイソンやフレディなどのシリアルキラーと同様の暴力的、連続殺人鬼として描いた過激な場面が多い。クリスティーヌが、 エリックの本性を察知してからは恐怖の念しか持たない。点では、原作のイメージに比較的近い作品である。1989年版の続編。イタリアホラー界の巨匠ダリオ・アルジェント監督の手による、方眼映画化作品。ファントムは、下水に捨てられた捨て子で、流れ着いた、地下迷宮のネズミに育てられたという設定となっている。他、美形の金髪青年で、 仮面などを被って行動することはない。なお、クリスティーヌ役は監督の娘でもある、アーシア・アルジェントが演じた。美形のファントムとクリスティーヌの感能的性愛描写が強い。音楽は演技を森コーネが担当した。一方、ダリオ監督らしい三劇風の殺戮描写も多く、1989年のロバート・イングランド主演版と同様、残酷描写の強さでは、 オペラ座の怪人全員映像化作品中、最も過激なものの部類である。それまでの映像化作品と異なり、アンドリュー・ロイド・ウェバー版のミュージカルをベースにした作品。歌唱部分も吹き替えなしで、それぞれの役者が歌っている。怪人エリックは、醜さによって見せ物小屋にいる少年が成長したという設定である。1937年公開。舞台を中国に置き換えている。 1974年公開。ブライアン・デ・パルマ監督が舞台を現代に置き換えて映画化したロックミュージカル。ガストン・ルルーの名はクレジットされていない。新作を盗まれた上、大物のロックプロモーターに濡れ衣を着せられて刑務所に送られてしまった。主人公が復讐のために脱獄するも忍び込んだレコード会社でプレス機に挟まれて顔を潰されてしまう。 以後彼は仮面を被りファントムとなって、プロモーターの経営する、コンサート会場、パラダイス座の楽屋に忍び込み復讐の機会を伺う。夜半歌声、会いたくて、会えなくて1995年公開。深夜の歌声のリメイク。1930年代の中国の北京を舞台に、映し、レズリーちゃん主演で描く、ロマンティックホラー。花形スターと富豪の娘との比例という、 ロミオとジュリエット的要素も加えた作品。顔にかけられた硫酸と劇場のおかじで醜く、なってしまった青年が仮面をつける。イルカ団、グランドギニョール、ラマシンレファントームで2020年8月26日、水八、8、30日新宿シアターブラッツホニアク、客構成、演出小林秀武。ありがとうございます。